フェイスフロンティア特集、その7、金星のテラフォーミングの巻。人類は、月基地を建設してから、金星、火星、ガリレオ衛星へと、進出した。ラグランジュポイントで、組み立てられたスペースコロニーは、火星や金星へと向かった。1分間で1回転する、直径 1.6 キロのコロニーは、渋谷区と同等の敷地面積を誇る。中は、7層の居住区が、広がっている、モジュール化された空間は、安全性を第一としている。金星の上空3万キロメートルには、そんなコロニーが、6個回転している。このコロニーは、金星の天空都市と、宇宙との中継基地である。さらにその下には、純軌道エレベーターが、中継基地として、存在する。最下部の天空都市は、上空、55キロの地点にあり、ジェット気流に乗りながら、金星を回転している。開拓者は、二酸化炭素風力で、ドライアイスに加工し、翼を広げて上空へと飛ぶ。そして中継基地の、純軌道エレベーターへと進む。さらに何万トンもの、ドライアイスは、巨大運搬船により、月や火星へと運ばれる。そうやって、火星と金星の、テラフォーミングは、同時進行するのですね。そうよ、三惑星時代の到来よね。どうかしら、面白かったかしら。それじゃあまたね、バイバイ。